にちは。ボーチェンズデザインラボ代表の山下です。今日でもね、練習してました。今日、ゴルフの練習中に、ちょっとね、週末ゴルフ行くっていうのは冗談です。今日はですね、私今来てます、ユナイトメントのゴルフウェアのコーディネートをね、ちょっと紹介したいと思いまして、ルーちゃん、ここね、我らが地元、札幌市南区だよ。はい。ちょっと見てあげて、これ。山ばっかり。入間駒内ゴルフ練習場。札幌のね、中じゃ一番ちょっと大きいんじゃないかな、規模が。あ、そうなんですね。打席もかなり、見てこれ、3年までやったら。すごい。広いですね。そう。結構ね、北海道でね、どっちの天気とかね、冬ここ練習しに来てる。そう。冬もやってるから。あ、一年中。うん。そう、練習してるんだ。あ、確かに。そう。ということで、今から、コーディネートの方を紹介していきたいと思います。お願いします。お願いします。まずサーフボードも来てますけども、うん、これです、アイテム番号がね UM017 のシャツジャケのタイプなんですけども、はい、どう古いな、全然ゴルフウェアっぽくないなんかゴルフウェア感は全然ないよ、ないですね、ないのって変だけども、はい、これ僕がもともとね、うちのデザイナーの祐介君とね、はい、話してて、まあ自分が着たいのね、ポロシャツタイプのシャツを、はい、まあ、一応探してんだけど、はい、ぶっちゃけね、あんま欲しいのないんだよ。あ、そうなんですね。まあ、もちろん、いいのいっぱいあるよ、はい、あんだけども、自分的にはもうちょっとこうゴルフウェアっぽくないものが欲しくて、はい、で今回、夏ユナイトメントから、はい、まあ、こういうちょっと、ね、シャツタイプのゴルフウェアを作ってきました。へぇ、そう。で、これね、見てる通り、うん、ゴルフウェアってさ、タイプじゃない？あ、確かに。そう、スリムな、うん、ちょっとこれだいぶ見えるけどね、うん、結構もうみんな、ヨークンとかピタッとしてきてるから、はい、なぜかですから、スイングやっぱりするときにちょっとこんな感じだろうね、うん、しづらいっていうのもいろいろあるじゃない？あ、そうなんですね。だから、僕的にはね、それも大事なんだけども、うん、やっぱりかっこいいゴルフウェアしてるのちょっとベタなやつだからごめんね、ここなんだけど、まずこれ襟、ちょっとちっちゃめなのよ、ちょっとこうボタンダウン、ちょね、ボタンダウンじゃなくてこれ、そうそうそう、ここスナップで開くんだけども、うん、襟ちょっとちっちゃめなの、わざとよ。へぇ、まあ、これちょっとこだわりで、はい、ちょっと大きいんだよね、空白のシャツとかの、汗吸うと結構色変わってくんだよ。あ、このウェアちょっと違うんだけど、当然ストレッチ効いてるから、あ、伸びるんですか？伸びんのよ、伸びんのよ、これ全然突っ張り感ないの、ほとんど。いいですね。そう、ただ見てのとおり、これ結構袖丈も長くて、はい、これ M サイズで、M サイズ、まあ、ちょっと僕ね、今167cm、体重がこの前の健康診断でさちょっと中性脂肪控えたんだけど65? もうちょっとね、まあ、お腹周りについちゃってる、まあ、結構まあ標準、まあ、50歳なんだけども、まあ、標準体型で166でこれ M サイズ、ちょっと長いんですよ、ちょっとゆとりあります。そう、腰隠れちゃう、うん、基本的にはこれシャツインじゃなくて出すから、うん、出して、そう、出す、まあ、インしてもいいんだけど、もちろん、うん、まあ、フォーバルもすごいいいですからね、どっちかっていうとこういうカジュアルな感じでやりたいから、これ本当に乱暴着てる格好、うん、よく、あ、そう、ちょっとこれドローコードしてしまうのが、ちょっとこれ絞れるんですね、軽く絞って少し膨らましてもいいし、はい、で若干そのアームがちょっとね広いってちょっと嫌だなと思ったら、少しこう折り曲げれば、そうそうそう、結構短くなるから、はい、まあ、そこでもね、こう支障なく嫌であればね、僕はこのままいつもやってるんだけども、ちょっとごめん、ちょっと早く進めちゃったけども、はい、まあ、これデザイン性重視したタイプで、ちょっと何件持ってみるんですか、ね、はい、そんなに支障ないから、もうね、ドライバーだけども、じゃあちょっと試して値段表が起きますけども、全くその、まあ、スイングとか、
あれ。おお、すごい。当たってないね。本当に追っかけなくて。あ、もうね。で、ここにね、僕はね、これあくまで僕のね、まあ、趣味っていう選手で、まあ、絶対その正しいってわけじゃないんだけども、僕はこのネイビー、これ3色あるんだけども、ネイビー着るときは、うん、基本ショートパンツ。そうなの。で、こういう、まあ、単色で、ちょっとグレーで、はい、で、こういうコーディネートして、はい、で、まあ、あの靴はね、まあ、普通の靴、まあ、ちょっとこうハイカットの靴にも持ってるんだけども、はい、まあ、通常の靴で、当然、アンクルソックスを履いて、はい、もう本当に、まあ、まあこんな感じです。はい、で、他にもちょっと2色あるんで、ちょっと紹介します。はい。From a new